こんばんは。やっほー、これそう、珍しい服なんですよ。今日寒くて、朝起きた時、寒が一発目の言葉でした。今日走ったのは起きて寒です。そうで、ちょっとなんて言うんやろ、ロンティーでは寒いなって思って、でもまださ、まだ夏やと思っとったからさ、その長袖とかさあんま出してなくて、まあ、パーカーとかめっちゃ、でもさすがにパーカーはなと思って、でもロンティーじゃ寒くて、そうで、トレーナーあるかなと思って、たまたまあったトレーナーがこれ、いただいたものなんやけどそう、あの衣替えした時より後にもらったやつはそのまんま今一緒に入れてるんですけど、なのでそう、あのロン、まあ、そもそも私トレーナーそんなに持ってなくて、パーカーはめっちゃあるんですけど、トレーナーは全然持ってないんですよ。なんかトレーナー自体あんまないし、しまっちゃってるから冬服でなくて、そうちょうどねこうやって漁ってたらね、服をなんトレーナーあったっけなと思って漁ってたらあったんで、今日は一日中これです。いやマジでトレーナーが一番あのこの気候には良かったですねそうこの時期はね、そうなんです、着るものがむちゃくちゃ難しくて、何が難しいかってさ、だからまたもうちょっと暑くなるじゃないですか。でここの最近ちょっと寒くて、もうちょっとしたらもうちょっと気温が上がるらしいんですけど、なんか暑い時と寒い時の気温差がさ、本当にすごいよね。どうしてあんなに気温差がある、台風とか来るんですかね。で台風とかじゃないんか、なんか台風が来る時ってさ寒くなるとか言ったりするやん。で風も強くない、最近めちゃくちゃ。なんかさ、なんか台風来るんかなとかって、ね、勝手に思ってるよね。ハリケーン、ビバハリケーン。どうもさみさんの僕がいる。でまたね、ちょっとしたら暑くなってくるから本当に気をつけた方がいい。マジでむずすぎる気温。気温じゃないわ体調マジで本当に困っちゃうな。ぐる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 楽しくなっちゃうな。ぐる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 。そう、あ、そうだ。ちなみに私髪切ってからストレートに、今まで髪切ってまだ2日しか経ってないんですけど、ストレートだとこれぐらいですね。こんなもんです。ちょっと今日の服混んだから、髪が黒いからちょっと同化してるんですけど、こんなもんですね。巻くとより一層短くなります。巻いたらこの辺ぐらいまでだいぶ短くなるんですけど、なんて言うんでしょう、ストレートだとこれぐらいです。めちゃくちゃ短い。ストレートだとね、割と長さ的にはいい感じなんですけど、巻くとちょっと短くなるから、巻いてもうちょい気持ち長さがある長さが私は好きなので、もうちょっと伸びればいい感じかなと思います。はい、結構巻くとね、前昨日あの劇場舞台挨拶の時見たと思うんです、結構こう短くなっちゃうので、やっぱり巻いてしまう、まあ、巻き方にもよるんですけど、巻いてしまうと
なっちゃうので、ストレートだとねいい感じぐらい、もうちょっと長くてもストレートは全然可愛いと思うんですけど、こう巻いた時やっぱり私割とストレートのことは少なくて、基本髪の毛を巻くことが多いので、やっぱ巻いて可愛い長さが一番いいので、もうちょっと長く長いと巻いて多分これよりちょっと短くなるぐらいでちょうどいい感じになるので、まあ当分そんなに仕事がすごいめちゃくちゃあるわーっていうわけではないので、伸びるのを待ちたいなと思います。でちょっとね結構毛量が多い、これでちょっとすいてもらってるだけやから、がっつりすいてないから割と毛量が多くてね、ストレートでもこんだけ毛量があるから、ちょっと巻くとだいぶ広がってしまうのがお悩みですけども、そうもうちょっと伸びたらいい感じかなって思います。そうね、1ヶ月もあればいい感じになるかなとは思います。多分1ヶ月後だと10月か、まあオンライン話し会ぐらいの時には割といい感じの長さになってるんじゃないかなとは思います。まあオンライン話し会はねちょっとどういう髪型にするかとか服も決まってないから何もあれやけど、まあ次今度一番近々に会えるのはあれかな、舞台挨拶かな、10、11のかなと思います。そうもうちょっとですね。いやー本当に時経つのが早しで、すごいあれですね。そうストレートだとめちゃくちゃいい感じ。これぐらい切ったのはいつやったっけな、ちょっと前にもこれぐらい、ちょっと前だいぶ前やけど何年も前にこれぐらい切ったんですよ。で結構こう伸ばしてる感じの、あれだったんですけど忘れてしまいましたね。よし、久しぶりに教えて行程をね今日はしようと思ってて、ちょっと今振り返っててどこやったからかなって思って、自分が多分ここまでは読んだって確信がところまでいやからやっていきたいと思います。教えて行典とか忘れてそう、みんなみんな忘れてそう。あったの覚えてましたか。でもね書いてくれてる人はいるからね、覚えてくれてた人はね多分覚えてくれてたんやろうなと思って、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。ゆりなちゃん毎日アイスを食べてる気がしますが痩せてて羨ましいです。だって全然痩せてない、気痩せするタイプなんですよ。そうでおすすめのアイスがあれば教えてください。おすすめのアイス、そうですね最近食べてめちゃくちゃ美味しかったのはセブンに売ってる芋、何やったっけ、安納芋アイスみたいなやつが新しく出て、で SNS とかで結構ね話題になってた。私もインスタグラムで見ててめっちゃ美味しそうと思って、しかもねアイスの割にカロリーが低いの、1本100
20とかやったっけ、25とかやったっけな、118とかやったっけ。まあ、なんせカロリーがアイスに言ったら低いんですよ。でもめっちゃあん118、うわ姉ちゃん言ったな、さっき。すごない、濃厚な味わい。そう、めちゃくちゃ食べた瞬間めっちゃ芋って、濃密芋か、芋って感じで、芋の果肉みたいなのも入っとったし、なんかすごい美味しくて、最近食べたアイスの中で一番おすすめです。あれめちゃくちゃ美味しかったな、うん、芋って感じだったな、うん、芋が大好きなんですよ私たち。結構なんかスイートポテトみたいな、うんうんうん、あん芋あんこみたいな、なあ感じじゃない、うん、舌触り的にも、うん、そう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 、マジで美味しくて、そうちょうどねめちゃくちゃ置いてあってんな、出たばっかりの時に食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、それが最近の一番のアイスのおすすめ。次、バッグはたくさん持っとるのかな、新しく買うとしたらどんなバッグが買いたいですかね。だってあバッグね、今ねバッグ見てるやつあるんよね。そうでもね、だから私は結構ちっちゃいのばっか持ってるから、割と大きいこれぐらいの正方形のバッグ、なんかそれこそなんか荷物が多い人か、まあ、基本的私いつもリュックとか大きいトートバッグみたいなので行ってるんですけど、そこまで荷物が多い人じゃなくて、その真ん中ぐらいの多い日のこういうバッグあるじゃん、四角い四角い手提げみたいな感じのやつみたいな、うん、よくわからないやつみたいな買おうか、なんかもうちょっとちっちゃいこれぐらいのバッグを買おうか、あと今流行っとるやんか、3つぐらいついとるやつ、ここにこうかけて、なんかこんなリングみたいなのがあって、なんか3つぐらいなんかちっちゃいのがついた、なんかこんな丸いやつとかこんな四角いやつとか、この長方形、まあちょっとお店のブランドによって全然違うんだけど、1個のチェーンみたいなのついた、あそう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 、3つぐらいボンボンボンってついとって、レースがめちゃくちゃ流行ってんの、それが。それね、私割とポシェットをさ持って歩いてることが多いんですよ。でさ、ちょっとスーパーまでとかだったらさ、もうそれで行けるわけよ。それでそれにお金入れて鍵入れて、で携帯も入るぐらいの大きさなの、一番大きいやつが携帯で、なんか私が見てた携帯で裏が定期が入れれるやつみたいなのとってね、めちゃくちゃ便利やんか。そういうのね、でもめっちゃ人気やからね、売り切れるのがお早いのよ。まあ、そういうのをね今探してますかね。はい、次、これから買うならサンダル、ブーツ、それ以外。そうですね、もうサンダルよりかも、なんか最近やっぱ寒くなってきてるので、なんかサンダルよりブーツだなと思って、でショートブーツを今買おうとしてます。絶賛してる中です。去年もショートブーツ、レースアップのショートブーツを持ってたんですけど、やっぱ昨日めちゃくちゃ履いてだいぶボロボロになってきたので、そうね、結構ボロボロやんね、あのブーツ、ここのショートブーツ、レースアップになったら黒いやつ、ショートブーツ、レースアップって何、え、こうやってアミ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 みたいな、あ、うんうんうん、そう、だから新しい、今年もやっぱあれぐらいのショートブーツは本当に履くので、普通に履くので、それこそなんかジャージに合わせて履いてたりとか、レッスンに行く道場とかしてるので、それを買おうと思ってて、そう買う予定です。あ、めちゃくちゃ履くんで買っても全然って感じ。はい、次、ショールームイベントでファンの皆さんが頑張ってゲットしたフルーツゼリーや海鮮やお肉のギフトで食べましたが、ちなみにですね、私はですね、お肉は届きました、だがフルーツゼリーはまだです。なんでまだ、なんかちょっと前にやっとそのフルーツゼリーの1個前の大福が届いたらしいので、多分その後なんで、多分まだまだ先ですね、ゼリーが届くのは。え、てか大福見た、めちゃくちゃ美味しそうやったんやけど、あ、見てないんか。うん、目出しは聞いた、あ、そう言ったんやって。そう、なんか違う、メンバーがインスタに、あ、インスタのストーリーになんか届きましたありがとうみたいな載せてて、見てん、それめちゃくちゃ美味しそうやった。え、美味しそう。しかもフルーツ大福とかさ、最近の流行りやんなあ。そう、しかもさ、私あんまり和菓子好きやないねんけど、フルーツ大福は美味しくて好きなんよね。
いいね、フルーツ大福食べたいね。バイバイのね、大きいドーンとなったやつね。糸で綺麗に切りたい、ね、そうよく TikTok で見るやつとかね、やりたいなって思ってますね。そう、次ドラッグストアに行ったらもう秋真っ盛りだって、どれがいいだって。え、焼きマロン、こんなん初めて見たんやけど、バリ美味しそうやん。え、なあなあ見て、バリ美味しそうじゃない。何それ、焼きマロンやって、クリクリクリ、うん、やっきょんじゃない。オーガニック焼きマロンプレミアムやって、3袋入りやって。うわ美味しそう。焼き甘栗とかマジそういう系大好き。干し芋はうちの家にあと3袋ぐらいあるね、大好きなんで。でもやっぱ栗がいいよね、栗が。エコな栗のアマロンアルファート、アルファートやって、栗の名前やなアルファートな、今日見たよな、うん、でも栗よりな、こういうな、お菓子はマロン系より芋系の方が好きなんやな、自分は。食べるんはどっちも好きやけど。え、何これ、バームロール。え、バームロールのさ、マロン味あんねんて。今日普通にホワイト味買おうとしとったやん、マロン味あんねんて、出てるらしい。え、バリ食べたいわ、絶対美味しいやん、うん、絶対美味しい。あ、これ絶対美味しい、ルックのあのマロンの。毎年さ、秋になったらこのさ、何芋と何芋って絶対あるよな、うんうん、去年も食べたわ、そういや。これも絶対美味しいわ。うわ、カントリーマームの焼きマロンとか絶対美味しいやん。あ、けどこういうの大好き、ラングリーって書いてるやつ、茨城紅さつまやって、すごい。え、なんかさ、こういうさ、雪の恋人じゃないわ、白い恋人みたいな、こういうのって美味しくない。ラングドシャ、何ラングリーってやつ、これ。あー、ラングドシャ美味しいやな、こういうの。ラングドシャっていうの、どっかの会社みたい、うん、あとさ、アップルパイじゃなくてホームパイじゃなくて、何だっけな、チョコパイチョコパイもう最高、絶対美味しいわ。次、えなちゃん、今日も対戦ありがとう。寸度のあまりいつも3分超えの長期戦になってしまい反省しています。寸度せずにロード系やドロー系やスキップリバースエイトなど普通出した方がいいですか。ドローって何やったっけ。ドロースリーか、ニーとか。ああ、うん、普通に出して大丈夫やと思う。だってうち普通にファンの人にドボーンとかされたりさ、普通に上がりとかされるから、もうなんか全然普通にしてくるから、みんな全然大丈夫、気使ってくれてありがとう。まあでもできれば私が勝ちたいけど、でもなんかその私に対してドボンしなかったらいいよ、全然ドロースリーとか、まあ、リバあのバーストさせられたらえってなるけどえってなるけど、でも普通にあのスキップとか、なんかそのドロースリーとかドローツーとかはいいよ、全然全然、うん、まあ考慮してくれた方がそれは嬉しいよ、優しいなって思うけど、でもなんか考慮してくれとる人の方が全然少ないからね。普通にしてくる人はもう普通にバーン するから、もう全然大丈夫、全然大丈夫よ、本当に。そう、はい、次、昔懐かしブルボンのお菓子、ゆりなちゃんは食べたことありますか。ちなみに僕はチェコリエールが好きです、だって。ゆりな、このエリーゼのやつ好きやで。あ、チェコリエールはたまに食べよったんだし、あんまりクッキー系が好きじゃないから、時と場合によるけど。そう、あ、これ美味しいよな、ホワイトロータリー、ホワイトロリータロリータ、ロリータっていう名前やったんやって、ホワイトロリータ、
可愛いけど美味しいよな。これめっちゃ昔さ、うん、バーバン着て食べようってさ。え、このルマンドもめっちゃ好き。あな、これはママのイメージ。うん、あでもこれもよく食べようったよ、エリーゼ。この白とチョコとさ、うん、交互に入っちゃったやつもさ、うん、ファミリーパックみたいなのよく買いやったよな。一緒になくなるけど、そうめちゃくちゃね美味しいんですよ。次、これ去年ユリナが作っていたビーズアクセサリー似てるね。頑張ればハローキティのビーズアクセサリー自分で作れそうじゃないのって。これはむずくない？え、かわいい。でもね、頑張ればね作れる。うーん、まあ人間頑張れば割何でも基本はできるからな。確かに。え、でもこれは難しいって。マミーならできると思うで。多分やってって言って説明書さえ渡せば、こうやってやるんやでっていう説明書さえ渡せばマミーはできると思う。多分みんなちょっとあんまり不器用なんでな。見て、すごくない？これビーズ、かわいい。かわいいよな。ちょっとできるかって言われたら微妙やけど今もう簡単なんしか作ったことがないけんさ、なんかあれやけど、まあ、ママやったら作れると思う普通に。でもキティちゃんいいよね。わかる、かわいいよね。わかるわかる。作れたらいいよね。作る説明書あればさ、まあ頑張ればさいいけどさ、私説明書結構ね、今までその去年作っとったなんていうんやろ、あのリーグビーズリングは結構 YouTube にすごい動画が上がってて、私あの YouTube 見ながら作ってたんですよ。だから動画があるとさ、ほらここをこうしてこうって動いてるからいいけどさ、説明書って工程やんか。すごい、ええってなるの。私ちょっと読解力がないから説明書めっちゃ苦手なんよ。だから結構なんか作るとき全部、今はやっぱすごいじゃん YouTube というものが流行ってますから、 YouTube 見て去年は作ってたんですよ、いろんなものをね。そうだから説明書より動画が欲しいな、どっちかっていうとそう、あればもう説明書と動画があればもう無敵じゃない。こっちも見てあっちも見てって、多分これはスーッてやればいけるけん。そうなんですよね。そうね、と思います。次、質問です。エリナさん、スポーツが苦手ということですか？スポーツ観戦は好きですが、何のスポーツでも。今は甲子園が盛り上がっていますよ、もしよかったら見てください写真は自分、写真、あ、間違えた、写真は大会用の野球用具です。勝てながらエリナさんの名字と名前を入れさせてもらいました。だって、ありがとう、すごい。ユーリーなって入ってる。これ何、サポーターかな、ちょっとサポーターかな、わからんけど。とグローブ、仰天って入ってるすごい仰天さんみたいになっちゃってるもんね、仰天さんみたいになっちゃってるけど、あ、サポーターです。だってサポーターか、膝とかに巻くやつかなすごい嬉しい、ありがとう。スポーツがね、まあ苦手、うん、まあ苦手やな、とあの得意ではないから1ミリも。ちょっと運動音痴なもんで、本当にすごいなんかびっくりするぐらいのなんだよ、リズム感がないのよね。なんかどっかしら惜しいよ、ね、な、そうな、どっかしら惜しい。だからなんか例えば走るにしても、走るフォームは綺麗なんよ、ただめちゃくちゃ遅いのよ。なんて回転がない、足の回転、足がタンタタンタタンタタンみたいな走り方すんの。私が小学生の時からな、マジで遅いんやって。でもフォームめっちゃ綺麗なって言われてた。で中学校入ってソフトテニス部入ってたんですけど、マジで素振りは綺麗ってめっちゃ先生に言われててマジお前素振りは綺麗やの、なんで球を打たせたらダメなんやってめっちゃ言われてて、そうなんででしょうね、なんか応用に入るとできないっていうまさかの、なんか惜しいんですよ。そう全体的にね、まあだから好きなんですけど、なんかできないできない下手くそって言われすぎてちょっとあんまり好きじゃなくなっただってさ、できたら楽しいじゃん、何にしてもさ、できたら楽しいと思うやん、うん、でもできんと楽しくなくない？正直でさ、下手くそとか言われたらさ、誰が楽しいと思うって思わない？だってさ、下手くそって言われてさ、楽しいあーとか、なかなか頭にお花畑は咲いてないから
そう、あんまりね好きじゃなくなっちゃった。それで、でも普通にスポーツはできるものに関してはすごく好きだし、なんかはできるのだから逆にできるの羨ましいなってめちゃくちゃ思う。スポーツとかいろんなのが器用にできる人っているじゃないですか、運動神経がいい人とか。あ、めちゃくちゃ羨ましいなってすっごい思う。うん、劇場とかに持っていくので見つけてください、わらわらだって。ああ、ぜひぜひぜひ、オンラインお話し会とかがねもし撮ってくださってたら、その時にぜひ生物を見せていただけたらなと思います。現物、原本か原品、原本か、そのものそのものそう。でもね、なんか普通にそれこそ、いやアニメやけど、アニメとかでより一層なんかおおって思うようになった。なんかそれまであんまりこう苦手意識の方が強すぎてあれやったけど、それこそなんか配球とか黒子のバスケとか見出してから、なんかわ、それまであんまりスポーツ系アニメを見てなかったん自分。なんかちっちゃい頃に見てたメジャーぐらいかな、あの五郎くんが出てくるやつ、あれはちっちゃい頃ずっと見よって、まあ途中でね、あの見なくなっちゃったんだよね。五郎くんがさ、あのアメリカどっかのさ、なんか強いチームみたいな行って、なんか肩を壊して逆手で投げるみたいな、あの辺ぐらいまではちょっと見てたんですけど、どっちかというとちっちゃい頃の方がよく見てたんですよ。五郎くんがちっちゃい頃の話ね、そう見てたぐらいで、そっからあんまりなんかすごい見てるってわけではなかったんですけど、でもなんか改めてアニメ見るようになって、なんかわーすごいって思ったりとかして、なんかそれこそこう TikTok とか見てるときによく大会とかの切り抜きとか出てくるんですけど、なんか本当にすごいってめちゃくちゃ、なんかすごい、なんかいろいろな意見はあったけど、なんかそのコメント欄とかでなんかすごい、そのバレーだったかな、私が見たやつは、なんか配球みたいなのや漫画とかでやってるような技とかを、なんか本当に人間ができるんだみたいな、すごくないみたいな、リアル丸々じゃんみたいなとかすごい書いてあったりとかして、なんか自分もさ、なんかすごすぎて、なんか例えばなんかこうラリーがめっちゃ続いてるとか、めっちゃすごいと思っちゃった、めっちゃ粘るみたいな。そう、なんかコメント欄とか見てもなんかすごい、何番の人すごいとか、なんかすごい、ね、粘ってるすごいみたいな、なんかいろいろめちゃくちゃ書いてあったりとかして、なんかすごいなと思って見てたりとかはするよね。次、こんばんは、ほっぺたにハート、かわいいね、写真ありがとう、囲んで遊んだ、他に写真あるのかな。あ、そう、この時は割といろいろ載せてたよねそうそうそう、チョコレートケーキインスタのストーリーの見たから美味しそうってなったね、どこのかめっちゃ気になる、だって。ああ、あれ業務スーパー冷凍のやつ、そう、業務スーパーに売ってる冷凍の、なんか他にね、めっちゃあって、チーズケーキもあって、チョコレートケーキもあって、この間見た時はなんかマロンだっけ、うん、のやつとか、いちごの何やっけ、なんちゃらあった、ね、だっけもあったりとかして、すごいなんか増えてた。そう、結構でかくない、1個が、うん、1個大きい、あれは切って1回分用にやってるんですけど、これぐらい、5等分ぐらいした、うん、これぐらいの大きさですね。で結構もったりしてるんで、こうなんていうの、私はあれぐらい、これぐらいの大きさ食べたんですけど、あんまりもったりとかチョコチョコっていうのが好きじゃない人は多分これぐらいで多分結構満足、うん、本当に多分人によったら二口三口で、ああ大丈夫ってなるぐらい結構濃厚で、私はそういうのが好きなので、個人的にすごくそういうのが好きですね。で割となんか全部解凍するより半解凍ぐらいの方が美味しいよな、うん、解凍しきらない方が美味しいです、あれは。そう、しきってしまうよりかは解凍ちょっとまだあの、なんて、そう、凍ってる霜みたいなのが出てる、霜なんていうの、白い霧みたいなのが、わかる、うんうんうん、で出てるぐらいの方が美味しいです。次、一度見たけど不意にもう一度見たくなるアニメありますか、またそのアニメの〇〇編とか教えてください、不意にブリーチ見たくなって一心が死神で登場するあたりから見てます見てんのすごいね。幽谷のモリアーティ見終わったよ、だって、推理対決面白かった、進めてくれてありがとう、だって、どういたまして。なんだろう、不意に見たくなる
そうね、不意に見たくなる。うーん、そうね、不意に見たくなるか、それこそなんか見たくなるっていうか、見てないんだけど、あの D グレーマンあるじゃないですか。で、私 D グレーマン一回、あの声優さんがガラリと変わられたじゃないですか。絵の画家、絵の雰囲気も声優さんもガラリと変わられちゃって、それで見るのやめちゃったんですよ、 D グレーマンね。だからその D グレーマン、不意になんかそのやっぱあそこで終わってて続きがあるじゃないですか。だからさ、なんか不意にね、うわちょっと見たいなと思ったりとか、しちゃうかなと思うし、なんか最近やった不意に黒子のバスケが見たくなった。そう、不意に黒子のバスケの映画が不意に見たくなったんですけど、ちょっともう見れるツールが、私が前見てた時は見れてたんですけど、もう見れなく、期間切れみたいなんで見れなくなっちゃってて、そう、多分見れるとしたらDVD レンタルぐらいしかないので、ちょっと不意に見たかったんですけど、ちょっと見れなくてショックって感じですかね。そう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 、てかなんかこの前、ちょっと話は膨らむんだけど、この前なんかそれこそ未成仏物語の、そのなんか仕事があった時にメイクさんがね、まあ割とアニメが好きな方だって、でそこで大森ちゃんもいたので、大森ちゃんってめちゃくちゃアニメ好きじゃないですか。でなんかすごいめちゃ面白かったの、そのさ、その駅から事務所まで歩く時にさ、こう下を向いとったんね、パッて前見たらすごい五条先生のトートバッグ持った女の子がおった。んこれ絶対大森ちゃんやと思ったよね。したら本当にそうやったんやけどそうで、なんかすごい話してて、なんか最近なんかそれこそ東京リベンジャーズの話とか、何の話したっけな、呪術廻戦とかの話とかになったりとかして、なんかね、なんだっけな、なんかね、おすすめのありますかって言われてて、なんかね、おすすめねしてたんだよね。私ちょっとそれ見たことがなくて、ね、なんだっけな、なんかね、水泳部かなんかの話らしいんだけど、ちょっとわかんないな、忘れた。そう、なんかね、がいいらしいよ。ちょっとわかんないけど、忘れちゃった、なんだったっけな。そう、なんかね、進めててね、へーって思って、あとテニプリもいいよって言ってた。そう、テニプリはね、私ね、見たことないんです、ちゃんと、ちゃんとないの、ふわーっとしか知らない。そう、全然ハマんなかったんだよね、なんでだろう、わかんない。多分その頃ね、あんまりそのスポーツ系に興味がなかったんだと思う、自分の中で。そう、だから一緒に見てないの。ソフトテニス部だったんだけどね、全然で、なんか今度映画化されるからみたいな話をしてたんだけど、そうで、なんだろう、今私的におすすめな、おすすめって今絶賛放送中なんだけど、めっちゃ面白いのは裏道お兄さんっていう、裏道くんとかっていう人が主人公なの。お兄さんなの、教育テレビの。めちゃくちゃ闇でマジで面白くて、でむちゃくちゃ声優さん豪華なんですよ、本当に。もう声優さんがマジでもう豪華すぎるぐらい豪華で、そう、裏道を絶賛今ねやってるんですよ、テレビで。裏道お兄さんめっちゃおもろいから、本当マジで爆笑するで。裏道お兄さんっていうやつ、そう、ほら、教育テレビ番組ママントトゥギャザーの体操のお兄さん、通称裏道お兄さんは子供たちに笑顔を振りまく優しいお兄さん。でも時々垣間見えちゃう裏の顔、
しんどい、辛い、何もしたくない不安定なメンタルからポロルと溢れる大人の闇に子供たちもドン引き気味。それでも大人は前を向く。世の中に希望はなくとも、社会の仕組みに絶望しても、教育番組のお兄さんとしてその期待に点々点応えたい。大人になった良い子に送る後ろ向きの人生参加バリおもろいんだよこれ、本当にめちゃくちゃ面白いの。そう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 、めっちゃ声優さん豪華だから、本当にめちゃくちゃ豪華ですよ。あ、ほら、提供キングレコードさんだって。めっちゃおもろい。これ今ね、何話までやってるんだろう。今9話まで放送されたのかな。そう、めちゃくちゃね、あれ有名ですよ。あ、有名ですよじゃないわ面白いですよ、めちゃくちゃ面白い、本当に面白いよね、ふんってなるよね。そうそうそう、本当にマジで声優さん豪華だし超面白いから見てますねマジで。え、そうですよ、声優さんめちゃくちゃ豪華ですよね。我らが香川県出身の中村さん出てますよ。ね、役はね、熊、あれ名前と忘れした、熊谷くんだ。確か。めちゃくちゃ面白い。あ、ほら、熊谷だ。ビンゴビンゴ。そう、杉田さんと中村さんが熊さんとうさぎさん役をやってるんですよ。めちゃくちゃ面白い。じゃ、うさぎさんめっちゃおもろいから、ほんと毎回自分でボケツ掘りに行ってるからさ、めっちゃ面白いんですよ。見てください、おすすめです。実際今放送中だから、全然9話なんて1日あったらね、見れるから。みんなお仕事。お仕事でも夜更かしすれば見れる。超面白いんで、ぜひ。次、りなちゃんこんにちは。週刊ヤングジャンプに掲載も決まり、グラビアのお仕事が絶好調ですね。そこで仰天なさい。まだ知らない人のためにイメージ画像を作成してる目は完璧だと思いますが、直すところありますか、だって。なんか笑ってらっしゃるんやけど、私が。え、懐かしい、何このトマト作ったのとか超懐かしい。トマト破壊しようったで自分で。え、何これ、私悪者みたいになってるやん。ちょっとお酢を流せてないから無音で聞いてるけど、悪意がこもってますね。面白い。ありがとうございます。後で、ちょっと音で聞きますね。ここは流れたらマジでバーン押されるんで。いや、逆にトマトが破裂するんじゃなくて、私が破裂してしまうから。そう、次、体幹を鍛えるの大事よね、ゆりなもやっとるよ、だって。あ、これね、体幹トレーニング昨日やったんね。うん、なんでかその千枚方で千枚とこでやんじゃったな。そう、え、でもマジでこの体幹のトレーニングあるじゃないですかね。もうハンマルームはフル尺で
するトレーニングがあるんですけど、それを毎日何週間もで、プラスネモハモのレッスンを、なんかそのトレーニングとレッスン含め毎日4時間ぐらいやってたらマジでお腹閉まるからって。そう、おすすめ。ただネモハモ練習するときはマジで横に何もないとマジで足で蹴りまくって暴れまくって壊れまくるから気をつけてほしいです。なんで家が狭い人にはちょっと厳しいかもしれない。それかもう全力でいろんなものを全部避けて避けてやるのがいいと思います。あとはちょっと割とどんどん言うので夜中に練習するのをおやめください。次、最近よく使ってるカラフトのチーズドレッシング。え、何それ、カラフトのチーズドレッシング、なんかめっちゃ美味しそう、てかお高そう。4種類あってどれも濃厚なチーズを感じられる。これだけでもいいけど、個人的にはマスタードを足すと味が締まってこう好き。チーズが好きな人だったらあんまり生野菜が好きじゃなくても食べれそう。このドレッシング使ったことあるかな。いや、こんな高そうなドレッシング使ったことはない。めっちゃ美味しそうじゃない。美味しそう。でもな、絶対ドレッシング次第やと思うね、野菜なんて。だってさ、コンビニで売ってるさ野菜、なんかサラダチキンとかさ、今ツナとかさ、カニカマとか入ってる、ちょっと400円ぐらいさ、高いサラダのやつあるやん。あれ美味しくない？あれは絶対一緒に入っとるものとドレッシングが美味しいけんやで。絶対そう、さっぱりしとったりね、いい感じで。うーん、しかもあれサラダやん。しかもタンパク質も取れるからめちゃくちゃおすすめ。でもすごい思う、めっちゃ運動して食事さえ変えれば本当に痩せられると思います。それができないんですよ、私、仕事がないと。何でもいいからレッスン、レッスンでもそういうレッスンじゃなくて、まずコンサートがあるレッスンがしたい。フリーでフリーでフリーでみたいな、一日何曲も覚えますみたいなレッスンがあると私は痩せていく。だからそれこそ、まあ、体調崩す前はもう本当にレッスンレッスンレッスンだったし、まあなんかちょっとその前とかに今回のヤンジャンさんの撮影をねしてたんですよ。だからちょっとヤンジャンさんのやつ、今までで一番なんて言うんでしょう、痩せてます、グラビアの中では一番多分。それはエイトの日のレッスンをちょうどしてたりとかしてて、で食事も普通になんか普段じゃ絶対しないけど、お昼ご飯をプロテインとそのコンビニで買ったその高いそのなんかサラダのやつあるじゃないですか、パックに入ってるなんかサラダチキンとキャベツとかが食べれるやつみたいなのを本当に。でもまだその時はレッスンは入りたて、組み立てられたてだったから、そんなにまだ数日だったけど、そうで、なんかやっぱりちょっと痩せないとなって思ってて、そう痩せないとなって思ってたからちょっとそういう風にしてたんですけど、でもそうしてたんですよね。ちょっとあの頃に戻らないとマジでやばい。そうっていうね。しかもあの時めっちゃ筋トレもやってたから、レッスンでね、それこそ体幹とかなんかこう、そのレッスンでいろんな筋トレをやってたから余計にね、なんて言うの、シンプルにキュッてなったみたいな、なんて言うの、引き締まった、あ、そうみたいな感じだったんだよね。そう、もう私はね、本当に家にいるともう食べることしかしないから。今日何したっけな、あ、食べた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 みたいな。やばーいって感じ。食べること大好きやから。マジ食べられ、食べることを取り上げられたらもう何もできん。
わかる。もうもうやだやだってなっちゃう。そう。でもこっから太るよ。今年の夏全然痩せられへんかったからな。違うね。毎年夏はイベントだったりとか仕事がいっぱいあったし、なおかつ夏バテで割と痩せれててんけど、今年は全然やったから、やばいよ、このまま食欲の秋に突入したらもう本当に丸太が転がっとるって、丸太が転がっとるって言われてしまう。仕事が欲しい。次、でもなんか美味しいドレッシングが欲しいよね。ちょっと高くてもいいから、なんか野菜がもりもり食べれちゃうみたいなドレッシング。なんかコンビニで売っとるああいう美味しいドレッシングはどこに売っていらっしゃるんだろう。あのドレッシングが欲しいんやけど自分。美味しくない？ボトルでってことやろ。うん、そう。美味しくないだって。美味しいやんな。ちょっとコンビニ食べたことほとんど。あ、そっか。姉ちゃんはさ、仕事しよったらさ、もうコンビニ飯やから基本的な、うん、レッスン合間でコンビニ行って買ってレッスンしてみたいな生活やん。自炊だったし。そうだからコンビニ高いもん。そうやねん、そうやねん。だから破産しそうやって。1回のさ、だってご飯でさ、うん、1日の食費ぐらい。そうやね、自炊しとったらそれぐらいなので済むのを昼まで、それタッパーに詰めてくる。タッパーに詰めるな。確かに。やろ。でもさ、いつ食べれるかわからんやんですとか、ワンちゃんも合間なかったら食べらんことだってあるしさ、結局なんか朝昼ぐらいからでさ、レッスンとかだったらさ微妙やからさ。そうやねんな。だからね、そうなんか仕事があるとね、すごい嬉しいんやけどね。仕事とかもレッスンがあるとね、まあ、動くからね、その運動にはなんねんけど、まあ、もうお金は飛んでいくよね、やっぱ。ご飯もね、シンプルに青じそ好きやね。あー、おじさん青じそにあんまいい思い出ないねんな。あんま青じそ好きやないんやけど、そう、小学生ボトルで買わずにはごまばっか買う。姉ちゃんはごまが大好きな。ごまか、ごまもシーザーもほんまに太んねんけど、でもそれが好きな。シーザーは好かん。美味しいのに。美味しいで。ないのな、なんかマヨネーズと同じ、あれちょっとクリーミーなとこ食べた時に気持ち悪くなっちゃったようになった、ね、マヨネーズもそうだから嫌い、うん、確かに。ゆなは青じそはそれこそ高校生に入って割と結構太った時に、それこそ本当にダイエットでサラダしか食べん生活をしよった時に、やっぱ一番カロリーが低いのが青じそだったんで、それでずっと食べよったらもう嫌いになっちゃった。そういうこと。そう、食べれんじゃなくて、食べれる食べれる。なんか嫌な思い出しかないの。あ、しんどかったっけ。そうサラダで。しかも別にサラダ好きじゃなかったし、なんかドレッシングだったらごまの方が好きだった。でもあえてドレッシングは一番カロリーの低い青じそを選んびょった。なんかもう余計にちょっとあんまり好きじゃなくなった。それ以降全然青じそ食べてへん。ずっとごまドレッシングかシーザーばっかになっちゃった。そうなんです。なんかそういう思い出プラスアルファっていうとこあるよね。まあ、全然食べれますよ、食べようと思ったら。あんまいい思い出がないっていう。そう、全然好きやで。味とかもさっぱりしてるから、ごまとかさ、チーズって結構もったりしてる思いじゃないですか。さっぱりしてるからいいんですけど、でも逆にだからコンビニとかで食べるサラダとかのやつは割となんかそういうたらこなんちゃらとかよりかはさっぱりしたなんか系ポン酢っぽい感じのやつを選んで結構買ったりとかしてます。その青じそじゃないけどサファリ系はやっぱり選びますね。レッスンとかがとかね、うん、はい。次、ショールームの次のアバターもう考えているんですか。みなちゃんのオリジナルキャラクターのハートくんだかハートちゃんか可愛いし目立つって10年かぐらい前から思ってましたって。まあ私がですね、その今回の4周年のアバター2つ考えていまして、2つあるんですよ。
2つ。え、だってさ、みんなめっちゃ言うけどさ、言っていいの？これとこれにしたいなって思ってますって。でも楽しみなくない？誰になるかな、今回、あーってなるやん。なんか、誰になるかな、今回、これか、やっぱりなーってさ、言われとってさ、今回、あー、こんな感じだねーみたいな、どっちがやん、逆に。なんかすごいさ、教えてない、教えてほしくないって言う割にめっちゃ聞いてくるやんか、みんな。どうなん、どうなんみたいな。え、言ってほしいの？なんか。私めっちゃ迷うねん。だからさ、ゆうなさ、これ見よったらさ、ポロッと言っちゃい、言っちゃいそうなんの、こうやって喋りよったら、あ、これなんとかやで、ね、みたいな。それでさ、言っちゃったらさ、ああ、言ったみたいな、楽しみがなくなったって言われるやん。もう何そんなに器用じゃないのにさ、そんなんいろいろ言われたらさ、いっぱいいっぱいになっちゃうんやけど、自分。逆にどっちがいいの？だから、なあ。言わない。の方じゃない。言わへんやんな。そりゃそうやわ。そうしたよな。そう。手書きアバターありますよ。私一番最初の時に作ったあのハートに乗ってる人みたいなやつのアバターあったじゃないですか。あれは私が書いたやつですよ。あれは手書きアバターです。で、その次からアバターちゃんがこのこれみたいな、ジタバタの衣装みたいに、あのアバチャ、アバチャーってアバチャーってなんやねん。アバターちゃんが着てるやつ、これになりました。そうです、そうです、これになったんですよ。で、手書きアバターは1個あります。そう、かわいいやろ、このジタバタの人こうやってるわ。これポーズってさ、変わるんやっけな。うん、ポーズってこれ全部固定やったっけ、こういうアバターって。そっちゃん、今までの姉ちゃんのアバター全部ポーズ一緒やっけ。おはようとかのやつとかのやつ、こんなにないけどさ。え、姉ちゃんのないんかい、これとか。うん、あ、でももうポーズちゃうやん、ほら。うん、こうや。ポーズも決められるもんなんやな。でも忘れちゃったよ。え、ここらは？ん？それはあれや、なんかイベントのやつやけん。姉ちゃんが作った周年のじゃない。こうなに？え、それ知らんよ。誰のそれ？わからん。なんかある。そう。あ、そう、この着替えてくれてるやつ。これ自分で描いたやつです。そう初めて見た。そう、まあ、でも最初の頃やからな。最初の頃知らん人は知らなさそう。次、年金大学レシピサイトを見ていたら、香川の郷土料理の那須そうめんを見つけたよ。ゆりなもよく食べるんかな、だって。そうめん今年食べたっけ。食べてない。で、これそうめんあるよって言ったら、いい、そうめんいいって言ったよ。あ、せやせや、そうめんの気分やなかったんや。せやった、な、食べへんかった。そうめん流ししたいな、もう。なんうん、お家でペットボトルつなげる。姉ちゃんもそれいいやと思ったね。下にお客さん流しかでもつなげて、もう大変やで。どうやって高さ出すんよ、その三脚をこうしてこうあ、ね、このいつもやショールウェイで三脚を使って、ね、これをこうパタンってしてる。いいよな、そうめんな。なんかじゃ、そうめんとかって夏バテした時とかにめっちゃいいやんか、うん、夏バテせえへんかったからさ、そうめんの出番がなかったんよ、残念ながら。なんか食欲ないわ、つるっと食べたいなーときうどんとかそうめんとかやんか。今年冷やし中華やん。あ、そう、冷やし中華やったな。あとラーメン、冷やしラーメン、うん、バリス食べよったよな、姉ちゃん帰ってきたらその残骸がめっちゃハマっちゃってて、めちゃくちゃそれをね食べたんですよ。うん、美味しい。次、ゆりなちゃんに質問です。この女の子の見た目は100点だけど、うちらがプロデュースになったらちゃんと言うことを聞いてくれる素敵な優しい子なんでしょうかって。さあ、それは多分プロデューサーさんになってくれる側の問題だと思います。
や、この子はとっても優しいいい子ちゃんなので、多分育ててくださる側にかかってると思います。しかもこれキャッチフレーズ違うっていう、うちは、はい、香川県から来ました、皆さんをびっくり仰天させたい年言ってへんから22歳、年なんとだよな言ってへん年、しかもみんなをじゃない、みな、はい、香川県から来ました、皆さんをなんです、皆さんをなのにみんなをって、なんか変えられたらキャッチフレーズ勝手に私これ出た時めっちゃ思ったん、キャッチフレーズちょっと違うんやけどってなった。そう、キャッチフレーズが地味に違うっていう、これは正解じゃない皆さんをびっくり仰天させたい予定です。ちなみに年を言っていたのは、自分が10代までです、19まで言ってて、20歳になりましたは20歳になった1回目ぐらいの時までしか言わなかった、それ以降年は言ってません言ってませんなんかちょっと違うっていう、なんか惜しい全部惜しいなんか唯一正解したのは香川県から来ましたぐらいかな、あと2行目と3行目は間違ってるから、皆さん大までじゃない、うん、そうそう、あ、違う、みんな大までとか、でもちょっと全部惜しいこんにちは、ゆなちゃん。以前ゆなちゃんがアクリルスタンドのことを話していますが、集めた分3つ並べてユニット風にしてみましたって、ゆなちゃんが1つ選ぶならどんなゆなちゃんがいいですか、アクリルペンライトとキーホルダーもついでに載せてみましたって。てかそう思ったら AKB ってそこまでアクスタってないんやな、やばから持ってる分野なんかあるんかな、ちょっとわからんけど、懐かしい、この見て光るさ、これ家にあるよな、誰だ、なんかなんか、え、なかったっけ、わからんわからんよな、いろんなのありすぎて、いやそれなんかどれがどれみたいな、割ながらオタクのパッパコレクション本当に親バカやからでもなんかメンバーの親あるあるじゃない、すごい、うん、メンバーの親あるあるは本当に親がメンバー の、 その自分の我が子のグッズをめっちゃ持ってるっていうマジで本当にある程度揃ってる、え、そう、なんで本人おるやんってめっちゃ思ってた、記念記念、え、そう、記念記念言うて、でなんか昔の私見たらめっちゃブスな、もうめっちゃ嫌なんやって本当にポスターとかめっちゃブサイクえ、なんでこの顔に残念なんて、てか昔からめちゃくちゃ写りが悪くて、私本当に初期の頃は本当スタッフさんにもファンの人にも言われてた、なんかゆりなちゃんってすっごい写真写り悪いよねって握手会とかすごいスタッフさんにも、なんか写真の撮り方がわからなすぎて、その高校に入ってアイドルになって自撮りを始めたんですよ、だから撮り方がわからなくてすごい下手くそだったんですよね、だから高校生になってやっと携帯を持ち出したぐらいなので、そうだったからすごい言われてて、生写真も本当に写り最悪だった、最近よ、ここ 1,2 年ぐらいやっと生写真顔面がマシになってきた、そうだから、なんか本当にマジ昔のやつ見るとどんどんなんかショック受ける自分の顔みたいなそうで、ちなみにどうやったっけな、あ、そうそう、3つ、ゆなちゃん選ぶならどのゆりなちゃんがいいですかだって、どれがええやろう、なんかどれもなんか、うん、可愛くないからな、あ、でもちなみに舞台キスキスキスの時の内輪のゆりなは自分でも漏れとったって思って、なんかみんなに、え、このゆりな珍しく漏れてるからみんなゲットしてねとか言ったら、なんかすごい何やっけな、千秋楽の前々日か前日ぐらいに売り切れちゃって買えなかったって言われてショックってなったっていうショールームで言った出来事を思い出しました。え、なんなどれがええと思う、姉ちゃん、この中で一つ選ぶとしたら、え、なんかどれから一つなんか分からんけど、なんどれがええと思う、姉ちゃん自分の顔やからどれ見てもブキャイコにしか見えないんだけど、バリ懐かしいよ、顔見てん、幼いんやけど、姉ちゃんがまだアイドル前髪やで、ピヨーンって、で前髪横ピヨーンって、
でもさ、なんかさ、AKB ってそんなにアクスタってないんよね。なんか初めて知ったわ。結構さ、アニメとかのグッズとかだとさ、アクスタってめっちゃ出てくるやんか。なんか私服風アクスタ、浴衣風アクスタとかめっちゃ出てくるからさ、あ、なんかやっぱ AKB ってあんまりアクスタないんかな。これの誰か、これかわいい。あ、ゆうちゃんかわいい、これみたいな。うん、めっちゃかわいいと思う。一番背筋のは7ってやつやで。7、うん、あの1枚目のアクスタの、な、こんなやつ、こんな1枚あったらへ、うん、これかこれやと思ったけど、うん。マイシスターはさ、2017年のさ、カワって書いてるやつか、ミコトさんのやつのアクスタがいいって言ってる。4、かわいい。でもこの姉ちゃんの7めっちゃかわいいやろ、うん、いちご、いちごとチョコレートと思った。です。はい。こんにちは。いつもアキビフォーティーとドボンを楽しくプレイしています。ゆなちゃんにシェルフスタンプが早く追加されてほしいんですが、どんなスタンプですか？びっくり仰天、チョコ大好き。なんでやわ、図工。これさ、このさ、スタンプのやつってさ、これメンバーが考えたやつやったっけ？このさ、スタンプのやつってさ、メンバーが考えたやつが出てくるんやっけ？そうやんな。これむちゃくちゃ昔に多分出したんやって。私な、なんかその時何を思ったんか、絶対びっくり仰天とかにすればよかったんやけど、絶対びっくり仰天にしてない。書いた覚えないもん、そうやってえ、マジで意味がわからんこと書いた気がする。なんか普通に本当にわーいみたいな、イエーイみたいな、え、書いた気がする。え、めちゃくちゃ昔なんよこれ。やった、全然覚えてない。何にしたんか覚えてない。もうだってすごい昔やもん。え、めっちゃ昔よ、めっちゃ昔、本当に。え、だってこれ出始めた前じゃない？結構前からじゃない？とはゆりなが思っとるやつとはまた別なんかもしれん。いやー、ちょっと覚えてですね。イエーイって書いた気がする。シンプル、イエーイってした気がするんよな。多分でも、もう何年も前から覚えてへん。あ、イラストドゥン、びっくり仰天にすればよかったよな。でもその概念はなかったやろな、多分。覚えてないわ、めっちゃ前すぎて覚えてないそのイエイにした気がするわ、むちゃくちゃ。その記憶ある。なんかその時何でかもう分からんけど、イエイにしたんやと思う。そう、はい、次。ボッチャの杉村選手が銀メダルに輝いてね、ボッチャのイベントで何度か参加したけど、杉村選手と一緒にしたことはなかったかな。でボッチャの大会をやったら一緒にする自信はありますか？だって、ボッチャをさせていただいたのがすっごく昔なので、そうですね、めちゃくちゃ難しいんですよ。多分皆さんね、あのイベントに来てくださって体験コーナーとかがあって体験してくださった方は多分わかると思うんですけど、すごい難しくて、あれもうね、多分やると思ったらボールのね、手首の感覚を戻すまでに結構大変そうです。もうその付近すらもいかなさそう。難しいなって思います。次、エイトの楽曲に星空を君にあります。ゆりなちゃんが星空を見上げ、プラネタリウムを見に行ったりしますが、またな、なんかこれが何々座かと、いっぱいし、え、何これ、ベネブ、ベガ、アルタイルだって。夏の大三角形みたいなやつ、冬の大三角形やっけ、違うっけ、何なんちゃらの大三角、なんかさ、なんだっけ、なんか三角形三角形みたいな形のさ、三角形にゃにゃみたいな形の痛いやつはよくさ、
点々三三三点点っていうのよくさあるやつやって、ベガ、あ、そうやん、ベネブ、ほらほら、アルタイユ、姉ちゃんがやん、これえ、一緒やん、こうやん、え、ほら、正解や、姉ちゃん、さすが、プラネタリウムはもう小学校中学校のなんか先生あるやん、なんていうんやろな、あのかか観光じゃないけど遠足みたいなやつで見に行ったブリブリぐらいかな、行くよな、うん、プラネタリウムプライベートで見に行ったことないわ、めっちゃロマンチックやねプライベートでプラネタリウムでも田舎でおれば上見たら綺麗や、確かにプラネタリウムやからな、上見た天然のプラネタリウムやから、なんならもう普通にいつも夜さ帰ってきてさ、あー明日は晴れやな、星ないな、明日雨かいなとかで言ってたぐらいやからな、そう、よし、じゃあちょっと今日はこんな感じで終了にしたいと思います。多分1時間以上もやっちゃったな。というわけでこの後はドボン00秒と30秒からドボンをやりたいと思うので、ぜひよかったら皆さん当たったらやばいです。どっちにしろ終了にします。なんとタブレットの充電が 10% を切りましたやばい、充電しないと、はい、もうめっちゃやばい、バリ熱い、熱い、めっちゃ発熱してる、やべえ、やりすぎた、ショールーム、はい、というわけでですね、このあと00秒と30秒でショールームのドボンじゃないドボンやろうと思ってるので、もし当たったらよろしくお願いします。というわけでランキング、13位つっちー、32位岡山さん、11位キリアさん、10位マックスエイトさん、9位秋彦さん、8位近いしーさん、7位しんどさん、6位春太郎さん、5位たかさん、4位マーニャンさん、3位からちさん、2位かずゆきさん、そして1位はワイマツさんです。最近は玉ねぎドレッシングが好きです。あ、美味しいよな、オニオンドレッシング、美味しいですというわけで今日は見てくれて本当にありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。